どんな？めっちゃ暖かい。暖かい？今日は、酒井医療さんの方にですね、シャワー浴槽の方を持ってきていただきました、国家試験を終えた学生さんと一緒に今日は疲れを取りたいと思います。こんにちは、酒井医療グレーでございます。よろしくお願いいたします。今日はですね、最新式のシャワーポッドアレイの説明をさせていただきます。近年ですね、なかなか全国の福祉施設さん、医療施設さんで介護職員さんの不足が非常に問題になっております。そこでですね、なんとか機械の力でそういった問題点をですね、お手伝いできないかということで、登場したのがこのアレイでございます。アレイはですね、後で見ていただきますけど、中に全部で22基のノズルがありますけども、22基のノズルから出ますシャワーはここ数年入りのウルトラファインバックシャワーでございます。ですので、職員様が入浴された方の肌をこすらなくても皮膚の表面ですとか、あと毛穴の汚れを洗い流してくれるという特徴がございます。それともう一つですね、中の下にありますけども、なかなか洗いにくい陰部伝布用のノズルというものを装備しております。アレイが、シャワー浴槽がですね、選ばれる理由としまして5つございます。まずはシャワーですので、水圧がかかって身体の負担が少ないという点が1点あります。あと2つですね、シャワーを浴びましたらもうそのシャワーは床面に落ちて排水されますので使い回しをしません。ですので非常に衛生的でございます。3つ目ですね、3つ目としまして、先ほど言いました、この細かなミストがですね、皮膚の表面ですとか毛穴の中に入ってくれますので非常にですね、入浴後の残温感が長いというのが特徴でございます。3つ目としまして、入浴時間ですね、を短縮できるというのがございます。あとでですね、職員様ですとか学生さんに入っていただきますけれども、わずか数分でですね、非常にも体が温まって満足感を得られるという特徴がございます。最後ですね、節水効果です。例えばですけど、今お隣にあります寝て入る浴槽のロビリアというものですと、この両型タイプの大型浴槽になりますけども、こちらは満水にしますと約500リットル近いお湯を使うことになります。なんですけども、アレイは、お湯を貯めることなくて、1分間に使うお湯の量というのが15リットルでございますので、3分入ったとしても45リットルで済ます。ですので、ロビリア1杯分で、45×10 で、450リットルぐらいですので、10人ぐらいは、もうカバーできるというところで、かなり、節水効果がありますので、ランニングコストでも優れているという点がございます。簡単ではありますけども、以上です。では、皆様体験入力をお願いいたします。いってらっしゃい。使ってる感じと比べてどうですか？結構もう体の芯から温まってくる。もうちょっと経ったら、今何分ですか？今の段階で暖かい。まだ1分、はい、まだ1分経ってないんです。もう暖かいですか？もう暖かいです。なかなか快適です。快適です。汗かいてますよ。汗もうっすらかいて。はい、温泉に入ったような気分になってる。温泉に入ったような、腰の疲れをこれで取りたいと思います。はい、どうぞ。このところはこんな感じです。あったかいですか？あったかいです。あったかい。気持ちがいい。めっちゃ汗かいてますよ。どうですか？気持ちいいです。他になんかない？気持ち以外に。水圧がちょうどいいです。どうですか？疲れが吹き飛びました。あったか。来ました。あ、超あったかい。これ3分長かった。
どんな、はい、気持ちいい、気持ちいい、寒くはないですか。寒くないです、めっちゃあったかいです。感想を、めっちゃ気持ちよかったです。え？めっちゃ気持ちよかったです。お湯に普段疲れない方でも体の芯まで温まることができるので、すごくいい機会だなと思いました。ありがとうございます。